フィンランド多島海域の一部群島あるいは諸島とは、島々のグループを指し、そうした島々が存在する海域を日本語では多島海と呼んでいる。英語のアーキペラゴに対するわけとして用いられ、もともとは多数の島からなる海域を意味していたが、現代ではほぼ例外なく、多数の島所を指す言葉となっている。英語のアーキペラゴ、またはアーチペラゴは、もともと ギリシャ語の廊カイオタマイナストパイ、ラムダアルファーガンマからなり、主要な海、つまり、エーゲ海を指していた固有名詞、廊カイオタパイラムダアルファーガンマ、アーカペリゴスが一般名詞化したもので、かつては英語でも五を大文字とし、定冠詞を付したザーカペリゴは、エーゲ海のことを指し、日本語では、多頭海という。しかし、現代英語では、アーキペラゴが、 多頭海を意味する用法は、ごく少なく、多数の当初を指す言葉として使われる。ただし、アーカペリゴが固有名称に用いられる海域に多頭海というわけが当てられることも、稀にはある。土地が沈降するなどして、海水が陸地に侵入してできた、複雑な海岸地形を沈水海岸という。この沈水海岸において、さらに沈降が進んだり、海面が上昇したりすると、 かつての山の頂上部分だけが海面に頭を出し多くの島ができる。比較的狭い海域に集中する二つ以上の当初の集まりを当初群、当初群の集まり、もしくは大規模な当初群を諸島、諸島の内列上に並ぶものは列島、海上の形状を成すものは群島と呼ばれる。このようにして多くの島々ができた海域を多島海という。 ギリシアのエーゲ海をはじめ、地球上には多くの多頭海が存在する。多頭海で構成された国としては、インドネシア、日本、フィリピン、ニュージーランド、イギリスが挙げられる。そのうち最大の多頭海がインドネシアである。詳細は、エーゲ海及び、エーゲ海諸島を参照サモス島から見たサミオプラジマ。エーゲ海は、地中海の東北部にある海域で、ギリシャ半島。 アナトリア半島に面し、約に500の島々が浮かぶ。主要な島としては以下が挙げられる。バルト海はヨーロッパ大陸本土とスカンジナビア半島に囲まれた海域。特にフィンランドにはサーリストメリとも呼ばれる多島海域がある。域内の当初フィンランド、編集、ブリテン諸島で構成される多島海国家。グレートブリテン島とアイルランド島の2つの大きな 島と、その周囲の大小の島々からなる。スコットランドは、本島の周囲に700もの島がある。カリブ海は、カリブ諸島、フランスやオランダでは、アンティル諸島と呼ばれる、多島海である。アメリカ合衆国のフローリダ半島南端、及び、メキシコのユカタン半島東端から、ベネズエラの北西部沿岸にかけて、少なくとも7000の島、小島、岩礁、 三五礁がカーブを描くようにして連なる。西インド諸島の主要部分は、次の三つの諸島に分けられる。大アンティル諸島詳細は、大アンティル諸島を、三章小アンティル諸島詳細は、小アンティル諸島を三章リーワードアンティル諸島、詳細は、リーワードアンティル諸島を三章松島、瀬戸内海九十九島日本も多島海国家である。日本は6852の島で構成される。 島国である。日本の領土はすべて島からなっている。ここでは、多島海景観で有名なものを挙げる。大小合わせて7,109の島々から構成される、多島海国家である。世界最多の当初を抱え、18,110もの大小の島により構成される。経済史屋の川勝平太は、文明の海洋史観や、文明の海へといった著書において、 近代文明の勃興には海洋国家が大きく関与したとし海洋士官を提唱している。その中で多頭海文明という概念を提出し世界史は陸の文明から海洋への離陸期の近代を経て多頭海文明に向かっているとした。また西太平洋世界は多頭海であるとする西太平洋の多頭海文明についても言及した。フィクション作品においても ゲド戦記のアースシーやアタゴールの銀支部機会など架空の多党会を舞台にしたり架空の多党会が登場したりする作品があるメリアム・ウェブスター S コリージェット・ディクショナリー研究者新英は中時点ザワールド・ファクトブック国土交通省による区分け録852等国土交通省サイトリ東新国カリ島とは2009年11月27日閲覧 片岡慶成ブルーウォーターストーリー月間、火事2010年5月号中央公論新社、1997年、AB、文明の海へ、グローバル日本外資ダイヤモンド社、1999年、同書、軍刀、世界論。ありがとうございます。